はい今回は台湾有事の表と裏あるいはですね憲法9条こちらについて考えてお伝えしていこうと思います今回もよろしくお願いいたしますえ過去にですねこの台湾有事の話を、えー、お伝えしたことがあるんですが、まあ、その時にもある程度お話しさせていただいたんですが、まあ、ちょっとうまくお伝えできなかったところもあると思うのでそちらのまあ補足ということで、えー、今回お伝えしていこうと思いますあとですねよくこの 憲法9条を改正するのかあどうなのかっていう話なんですが憲法9条っていうのは改正してはいけないんですね僕はそう思ってますで僕は最初にお伝えしますが皆さんもそうだと思いますが 日本がそういった有事の状態に入ることを望みませんのでね、えー、当たり前ですけど、でよくこんなこと言う人いるんですよ。あの他のね、ネズミ国が攻め込んでくるとか、なんだらかんだらとかね、言うんですけど、攻め込んできませんから、うん、そういったことを言ってしまえば、テレビとかあニュースとかそういう話を真に受けてね、えー、そういうことを言ってるんですが、そんなことじゃないんですよ。テレビとかそんなニュースなんて本当のこと言いませんから、自分で調べるんですよ、どういったことかで、僕は調べた結果、 こういうことなんじゃないかっていうまあ、そういうことを、えー、考えてお伝えしていきますだからこの話っていうのはまあ、ご存知っていうかの方はまあ、そうだなと思われるかもしれないですし初めてねこの話を聞く方っていうのもいらっしゃると思うんで、えー、このようにまず、えー、ご,ご理解してしていただければいいんですよ 台湾有事は日本有事だとかって言いますが、意味がわかりません。それをまあ言ってるのは、例えば安倍晋三であったり、麻生太郎であったり、岸田もそんなこと言ってますが、そういった者たちっていうのは背後にアメリカがいます。アメリカのまあ言われるがままに言ってます。別に安倍も麻生も岸田も嫌いですが、好き嫌いを言ってるわけではありません。そういったものをまあその日本の創始国ね。だから、まずそもそも日本に創始国がいるっていうことはわからない時点でもう終わりなんですよ。憲法9条がどうのこうのとか言ってる場合じゃないですから、日本っていうのは 戦後独立した国であるっていう嘘をついて独立してないんですよ。じゃどうやって証明するのか？って言ったら日本のね。 国内に何であんな米軍の基地があるんですかで独立国としてはありえない構造ですよ。でこういうのってもう一部まともな人たちの間ではもう当たり前なんですよで。僕だって別にそんな頭良くないんですけど、こういった話をするのに際して、ね、いろいろ本を読んだり、まあ、インターネットを見たりして勉強してるわけですよ。でまずそういったあの基本のスタートラインに立たないといけないんですよで。僕は皆さんが聞いていただいてるんで、そういった情報をお伝えしてね、えーまあ、そういうことを分かって、えー、いただければと思う、まあ、その思いで、ね、役に立ちたいと思って話してますが、まずそもそも日本が 有事になるここととかどうかっていうい僕は全く有事になることを望みません。そして憲法9条というのもあの改正してはいけない、えー、そういうことですで。例えば、台湾有事がどうのこうのって言うじゃないですか、中国が攻めてくるとか、中国攻めてきません。な,なぜかというと、経済的にそんな余裕がないからです。そんなことが、えー、調べればわかるんですよ。今、中国の国内の,あの、ねえー、経済状況ってのはそんなに良くないんで。 向こうからどうのこうのしてくる理由はないんですよ。だから中国は攻めてくることもない、えー、で日本もおとなしくしてれば、えー、何もない、つまり台湾有事なんていうのはね、普通にしてればあ起こることはないんですよ。まず、まずこういったことを考えます。で、起こるはずのない台湾有事がなぜ起こる方向に向かうのかっていうと、そういったものを画策するものがいるんですよ。このあとでその話をしていきますから、う嘘なんじゃないか、嘘じゃありません。きちんとした情報が、根拠、データがあるんですよ。 でよくね、その台湾有事は日本有事だとかって言ってね、あの米中の対立とか日中の対立とか、そんなこと言ってますけど、このからくりも非常に単純なんですよ。 もしもね、そんなことをたきつける、まあ米軍でだと思いますが、米軍とかね、ねさらにその上の、まあ、一部のそのまあ、世界の支配層っていうのがいますから、もうこのせ世界の支配層をわからない時点で、もうこの話につ,ついていけないんですが、この世界には、この一部の支配層っていうのがいるんですよ、ダーマルス会議とかでそういったことを話し合ったりとかね、世界をそういった方にまあ動かそうとしてるっていう、まデ、あ、ーの,の S をまあ、えー、支持しているものですね、そういったものがお,おるんですが、もしもおね、その。<coughs> まあ、米と中の対立とかあ、ね、日本と中の対立とかっていうなったら、もう決まってるんですよ、やることっていうのは米は。 日本から、あのーま、米はね、えー、日本にあのー、米軍がいるじゃないですか、在日米軍というのがいますが、おそらく米はあのー、日本にいる在日米軍をすべて、ね、撤退させます。で、えー、このいわゆるアジアの有事に米はあのー、か関わりません。で、米はあまあおそらくあまりもうほとんど使えない武器を提供するということで、米裏に隠れるんですよね。うん、分かってるんですよ。うん、で、えー、もうほぼシナリオも分かってます。<laughs> 日本からまあそういったまあ、近隣のアジアの国に <laughs>、 何か攻撃を仕掛けてですねその代理船丸に持ち込もうっていうそれをわざとするんですよ。でこれもう分かってるんですね、過去の歴史から。うん、この近代以降のそのねマルソっていうのは第三者の意図があって行われるということです。で日本が憲法9条憲法改正とか言ってますけど日本が憲法9条改 改正して、会見して、先制攻撃できるようになったらどうなるのかって言ったら、そのセンマリアがそういったものを利用して、ですね日本に、えー、その代理の有事を、えー、させるって、そういった狙いなんですよ、こういった思惑が後ろにあるんですよ、だからこういうものに乗ってはいけないんですよ、国民がね、うん、でそれはね、その安倍も麻生も岸田も言ってることは、えー、違和感ですが、国民がそういうのに、えー、断固を反対すれば、起こしようがないかね、こんなことは。うん だからあのまあ、日本政府とかあまあ岸田とかまあ、安倍とかもまあ、わけ分かりませんけどそういったまあ、まあ、岸田もおね安倍も、まあ、言ってることが分からないが裏でその米軍の支持だから岸田とか安倍の上にはその宗主国っていうのがいるわけですよ日本の戦後にずっとね日本が背敗戦国であって日本っていうのは独立したように見せかけて実は独立していないとあの宗主国っていう主人がいるわけですよ。日本のの主人がそういったものに、えー、まあ いろんな支持を飛ばすと、だから日本の内閣総理大臣、別に自由にできません、あるいは自民党の背後にはね、えー、その東丸協会であったり、シーマレー、あるいは米軍、アメリカがいるんで、アメリカがいろんな支持を飛ばしていると考えます。そして こういったことが話し合われて決定しているのがダーマルス会議ということですね。だからこの例えばダーマルス会議を知らないとかね、その日本にその世界にそういった試合層がいるとか、そんなことをもうわからない時点で、もう何が何だかわからないんですよ。憲法9条賛成反対とかね、台湾有事が起こるとか全く分かってないじゃないですか。 だ僕が話した通りですよ、台湾有事は何もしていれば起こらない、しかし、先ほどのように、意図的にあの米軍が裏に回って、そういうことをしている、そしてそういったこと、有事を引き起こそうとしていると、だから日本とか、まあ、そうですが、世界のそういったあの重大決定事項というのは、このダーマルス会議で隠れて、その通りに、えーまあ、ことが世界が運ぼうとしているという、これがも,もはや常識なんですよ、常識っていうか、一部の人たちの間でそういうことが思われていて、僕もそう思います。 でもちろんこのダーマルス会議で話した話っては内容がわからないんですけど、まあ、ちょっとわかるものとかもありますがそういったことを隠してね会見憲,憲法9条改正改憲しようっていうことなんですがいわゆる憲法9条の改正あるいは会見 というのは、一つはまず緊急事態条項といってね、えーまあそのえー、政府、内閣、総理大臣が有事の際は、えーね、権力を強められるということがあるんですが、そういう国民にとって非常に懸念する、えー、ものがあるんですよ。であともう一つというのがあるんですね、これっていうのが大きいんですよ、救助を改正する目的っていうのは、救助を改正した途端にですね日本というのは世界の有事に参加できるようになる、そういったことを世界に、えー、知らしめることになるんですね。 で会見、会見、会見、救条とかって言ってますが、救条の内容変更すると、この法律の話だと思いますが、もともとの救条の内容、もともとの救条の意味が執行されるんですね、だから、もともとの救条っていうのは無意味になるんですよ、だから日本が和平の国ではなくなるっていうことです、そういった状態になるということです、そして日本にいるその得体の知れないね、えー、まあアメリカっていうか、宗主国、アメリカ、あるいは米軍っていうのは、米軍の正体は何かと、こういうことが分かってるんですよ。 第二次世界大丸、えー、の後にです、ねえーまあとに米軍というのは丸層を24回、えー、関与しているということが分かっているんですね。アメリカというのは世界最大の千丸国家ということである、ま、ことが分かってますしアメリカというのは世界最大の、えー、軍需産業を抱えているということです。それがいわゆる聞いたことあると思いますが軍産複合体というものです。 こういっったものがきちんんと分かってるんですよでこういうことから考えて、これっていうのはこういうになるんじゃないかって、こういうになったら懸念するんじゃないか、そういうことを考える真剣な話なんですよ。何も分からずに、救助賛成とかね、うん、中国が台湾に攻め込んでくるってわけ分かりませんからね、うん、な何も全然そういうななんていうのかなことを調べておらず、テレビの情報とかマスコミの情報に騙されてね、えー、そういうことを言ってるだけです。調べればこういうになります。で、当然、なんでこんなことを言ってるのかって、そうならないように考えてるからですよ。どううしたらそうならそなないのかって国民 がそうならないように考えたらそうならないんですよ、別に。言ってる言言って言っててしまえばね、岸田が言ってるだけで終わるんですよ。しかし、そういったことに国民が踊りだしたら、そういった方向に行くってことですよ。で、今回も調べて分かったことがありますけど、実際こういうことっていうのが言われてるんですよ。おそらくだから、米軍の意向だと思いますが、こういうことがあると。<laughs> アメリカの大統領が日本に来るだけで、防衛費が約2倍、えー、払うことを約束さ,れつさせられるって、だから、ね、例えばバイデンとかが日本に来て、岸田が何かを話す、そのたびに防衛費が上がるじゃないですか、でまあ、当然、岸田っていうのは言ってることがおかしいですよで、別に岸田の肩を持つわけではないが、岸田っていうのはそういうことを、まあ、約束される立場におると、大臣、内閣総理大臣でね、日本の内閣総理大臣というと、何でも好きに決められるように思うかもしれないんですが、そんなことはない。 岸田をコントロールしているものがいる、米軍ね。うん、で、あのこの日本の創始国っていう意味が大切なんですよ、とても。日本の創始国っていう、あアメリカ、米軍っていうのは主人なわけですよ、日本の。で、日本っていうのはその主人の意向に逆,逆らえないわけですよ。で、今、主人っていうのは何を考えているかとい条救が邪魔で邪魔でしょうがないんですよ。だからどうにかして、その米軍、アメリカっていうのは救条を改憲したいんですね。しかし、救条が改憲したらどうなるのかっていったら、有事になることは確実です。 だから国民はこれに反対しないといけないんですよ。あの、救助改憲の目的っていうのは単純です。日本が他国の有事に巻き込まれる、えー、その可能性が高まるだけっていうか、まあ、そうなるだけ、日本が他国の有事に巻き込まれるだけ、日本がそういった有事で、えー、そのね、えー マルソーヤの金儲けけに利用されるだけってことです今,今までだってもう十分宗主国とかそういったものに利用されてね、金を取られてるわけですよ。で、国民の生活が厳しい。その中で国内の状況が全くない中で、ね、よくこ国防だとか国益だとかね、なんとかだって言いますけどいや、国防とか国益の前に日本国民の生活どうするんですかって、だからこれほとんど言う人はいないんですけど、簡単な話ですよ。内側からもう崩れていくってことです。もう内側から崩れてるんですよ。経済に疲弊、えー、してな、ね、い国民が。国民生活が どうにもなないだから、その外国が攻め込んでくるんじゃないかって、まず攻め込んでこないし、でもしもじゃあ、外国が攻め込んでくる、えー、とするじゃないですか、まあ、もしそうするとしてもね、うん、でも、じゃあそれに対して国内で状況を整えないといけないんですよ、国民のね、今どうなってますかって話です。 日本経済がね、えー、ボロボロになって、国民の生活が厳しいわけじゃないですか、国内でこういった状態になってるのに、何が国防ですかって、うんう、笑わせんなって話ですよ、国防とか国益とか、言ってる意味分かってるって。うん だから別に、そんなね、えー、言いましたけど、僕たちがねよりよく過ごしていくってことを望むんであれば、そんなね、えー、なんかどうもならない、他国がどうのこの外国がどうのこと、関係ないんですよ。まず日本国内の経済をきちんとして、で例えばね、何か危ないとかっていうんだったら、外交しろって話ですから、外交もせずにね、まあ、外交できないんでしょうけど、うん、こ,うこういうことは決まってるからね、うん。だからこういった理由から考えると、憲法9条の変更なんていうのは、おかしいとしか思えないんですよ。で今日本がこの状況 これっていうのは前もお伝えしましたが、憲法9条を変えることがいいか悪いかで、そういったことをね一つの話題を持ち込んで、それで対立させる意見を、えーまあ、出してるんですよ、簡単に考えたら憲法9条なんで解禁してはいけないんですそれだけです。 ただし、えー、国民の意思とかそういうことではなく、日本の宗主国がそういったことに今ね、えーまあ、変えようとしていてで、それを例えば岸田に言っている。だから岸田が緊急事態条項を急いでやろうとしているということで、うん、だから日本国民のこういったものが今問われている状況にあると思うんで、日本国民がこういったことにあるということを考えないといけないと思います。僕は先ほど言いましたけど、台湾有事なんてこのように冷静に判断すれば起こらないし、うん、憲法救助なんて断固、あの、あの、 会見とか反対です。そもそも会見というものは僕は反対なんで、別に、ね、右翼でも左翼でも何でもないですよ。普通に考えればおかしいだろうということを思っているので,で、こういったことをです、ねまあ、皆様もあの共有していただいて、僕たちが住んでいる日本がです、ね、より良くなっていただきたいと思う、その願いを込めて今回こちらの件をお話しさせていただきました。何かしら一つでもお役に立っていただけるものがあれば何よりですということで、今回のコンテンツ、ここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。